カルードの夜は1955年製作のアメリカ映画、チャールズ・ロートン監督によるフィルムノワール。スリリングな物語展開、モノクロの幻想的で美しい映像とともに狂気の伝道師を演じたロバート・ミッチャムの怪物的演技が高く評価されている。1953年に発表されたディス・グラップによる同盟の小説が原作である。 グラップの小説は出版されると同時にベストセラーとなり、1955年度の全米図書賞の最終候補にも選ばれた。小説の大ヒットを受けて、当時優れた舞台、映画俳優として知られていたチャールズ・ロートンによる映画制作が開始された。映画の脚本執筆は、当時最も影響力のある映画評論家であったジェームズ・エイジーが担当することになった。 しかし当時のエイジーは重度のアルコール依存症に苦しめられており、彼が執筆した装甲は量が多すぎてそのままではほとんど使い物にならなかったという。そのため監督であるロートンが脚本を大幅に手直しすることで映画の撮影が開始された。脚本の完成まで若干手間取ったものの、映画の撮影自体はわずか36日という短期間で終了したという。 映画は1955年8月26日に北米で公開されたが、工業的にも、批評的にも失敗した。作品が受け入れられなかった理由について、同年に暴力教室や理由なき犯行のような話題作があったためそれらに渦漏れてしまったとも、シネマスコープで撮影されたカラー映画が増えつつある中、スタンダードサイズで撮影された白黒映画が、 観客に古臭く見えたとも言われている。ロートンはこの結果に失望して再び監督をする意欲をなくしてしまった。結果的にこの作品が名優ロートンにとって最初で最後の監督作品となった。公開後しばらく経ってから作品の芸術的価値が再発見され、現在ではカルト映画としての地位を確立している。映画が制作された1950年代には、 本国アメリカにおける不評のためか日本では劇場公開されなかったが近年の再評価を受けて1990年になってようやく日本でも劇場公開されるに至った物語の物体は1930年代大恐慌の嵐が吹き荒れるウェストバージニア州であるオハイオガ沿岸のクリーサップ不島に住むベンハーパーは家族のために強盗殺人を犯す 警察の捜査から逃れて家族の元にたどり着いたベインは強奪した1万ドルのありかを息子のジョンと娘のパールに告げる。その直後、ベインは彼を追跡してきた警察に子供たちの目の前で逮捕される。最終的にベインは強盗殺人の罪で死刑判決を受け刑務所に送られる。ちょうどその頃、車を盗難した罪で、 ベンと同じ雑居房に収容された偽伝道士、ハリー・パウェル。彼は、セックスに対し異常とも言える、嫌悪心を抱いており、神の正義の名のもとに、未亡人たちを殺害し、その金を奪うという凶悪犯罪を繰り返している、殺人鬼だった。ベンから盗んだ大金のありかを聞き出そうとするハリーは、彼の寝言である、小さい子供がそれらを導くという言葉から、 ベンの子供たちが何か知っているのではないかと推測する。結局ベンは誰にも大金のありかを告げることなく処刑される。ハリーもすぐに釈放され、ベンの家族が住むクリーンサップの町を訪れる。ハーパー家には未亡人となったウィラと、彼女とベンの間の子供であるジョンと、パールが残されていた。夫が逮捕された後地元のアイスクリーム屋で働いて、生計を立てるようになったウィラに対し、 ハリーは自らの蘇生を偽って接近する。自身の両手の指に刻まれた LOVE と HATE の入れ墨を用いた巧みな説教によって、ハリーはクリーサップの住民の信頼を勝ち取り、ウィラと再婚する。しかしそんなハリーに対し、ジョンだけは警戒心を隠さない。新婚書や夫となったハリーに抱かれようとするウィラを、ハリーは堅くなに拒絶する。 二人の間の結婚生活は、ハリーの上気を逸した、道徳観念に縛られた、空虚なものだった。新しく子供たちの父親になったハリーは、ビラの見ていない隙に、彼らを脅迫し、ベンが隠した大金のありかを聞き出そうとする。ハリーの隠された動機を皆に告げるジョンだが、ハリーに浸水する、大人たちは、彼の言うことに耳を貸そうとしない。そんなある日、パールをいじめて、 隠し場所を言わせようとするハリーの姿を、ウィラが目撃する。その夜、真実を知ったウィラは、寝室で、ハリーに殺害されてしまう。周囲の人々に、ウィラが失踪したと告げ道場を買うハリーは、ますます、子供たちを虐待するようになる。虐待に耐えかねて、ついにジョンはハリーに暴風が残した大金のありかを告げる。大金はパールが肌身離さず持ち歩いていた人形に、 隠されていたのだった。子供たちを殺害しようとするハリーに対し、ジョンは一瞬の隙をついて、パールを連れて逃走することに成功する。カヌーで大河を下っていく子供たち、そして、ハリーも彼らを捕まえるための追跡を開始する。逃避業で心身ともに疲れ切ったジョンとパールは、新人部会老夫人のレイチェル・クーパーに保護される。彼女の元には、ジョンとパール以外にも、 雪輪を失った多くの子供たちが身を寄せていた。やがて、レイチェルのところに子供たちの居場所を嗅ぎつけたハリーが現れる。ハリーはレイチェルに得意の入れ墨を用いた説教を行い関心を買おうとするが、洞察力に優れたレイチェルによって、その邪悪な本性を見抜かれる。ショットガンを持ち出し、ハリーを追い返そうとするレイチェルを見て、ハリーは一度退散する。その夜、 レイチェルの家の庭に子供たちを捕まえるため、ハリーが再び姿を見せる。子供たちを守るためにベランダでネズの番をするレイチェルと彼女を遠くから用心深く観察するハリー。二人は庭を挟んで、聖火503番、主のを手に頼る日はお昭和する。歌が終わる頃、レイチェルを心配した娘の一人がろうそくを持って彼女の側に近づいてくる。 不意の明かりで目がくらんだレイチェルは闇に紛れたハリーを見失ってしまう。家の中に戻ったレイチェルは今に子供たちを集め来たるべきハリーの来週に備える。そこに現れたハリーはジョンとパールを引き渡すようにレイチェルを脅迫する。しかしレイチェルはハリーの要求を拒絶し彼に対してショットガンを発砲する。獣のような叫び声を上げ負傷したハリーは レイチェルの家から逃走する。レイチェルはすぐに警察に連絡し、逃げ出したハリーを捕まえるように要請する。翌朝現場に駆けつけた警官たちによって、納屋に潜んでいたハリーが逮捕される。その姿は、かつてベンが逮捕された時の光景を彷彿させるものだった。ジョンはパールの人形を持って、ハリーと彼を確保した警官たちに詰め寄る。彼らの目の前で、 こんなものいらないと涙を流しながら、ジョンは人形を地面に叩きつける。周囲に舞い散る1万ドルの札束。そして、レイチェルは泣きやまないジョンを優しくなだめるのだった。日本語吹き替え、1976年3月6日、TBS にて、殺人者のバラードという題で放送。また、同年6月30日に3テレビで再放送が行われている。 本国アメリカでは工業的にも批評的にも苦戦したカルードの夜だがフランソワ・トリュフォをはじめとするヌーベルバーグの映画制作者たちからは称賛された。作品中のドイツ表現主義を彷彿とさせる映像は当時のハリウッド製フィルムのワールドの画一的なリアリズムとは一線を画するものだった。幻想的な映像を映し取ったスタンリー・コルテス。 甘美な BGM を作曲したウォルター・シューマンの両人が作品完成に果たした功績は現在高く評価されている。アメリカでも何度も TV 放送されるうちに徐々にカルードの夜の評価が高まってきた。例えば、ホラー作家のスティーブン・キングはこの映画を次戦の名作映画100選の一本として挙げ影響を受けたことを告白している。キングは 映画の原作者であるグラップの没後に最大級の賛辞を寄せている。本作品のことを映画評論家のロジャー・イーバートはアメリカ映画の中で最高の作品の一つであると絶賛した。作品そのものの芸術的価値の他にカルードの夜が後続の映画に与えた影響も無視できない。その中でもロバート・ミッチャムが演じたハリー・パウエルのキャラクター設定。 特に彼の両手の指に刻まれた LOVE と HATE の入れ墨はその後多くの作品で模倣されることになった。例えば同じくミッチャムが犯人のマックス・ケデリ役を演じた恐怖の岬』でもミッチャムはジャスティス・トゥルースという文字が左右に入った十字架の入れ墨を背負っていた。カルードの夜は1992年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 2003年にアメリカ映画協会が選んだアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100では映画の登場人物であるハリー・パウエルが悪役部門第29位にランクインした英国映画協会の14歳までに見ておきたい50の映画トップ10選出ありがとうございます